僕の名前は倉田光雄。光雄、草むしり終わったら畑を手伝って。はい。長崎の田舎に住む小学5年生だ。僕の家は見ての通り長崎の町から離れた場所で農家をしている。よいしょっと。ああ、今日も暑いな。おかげで作ったものを収穫する寸前の夏はいろいろと忙しい。戦争が始まる前は父ちゃんもいたから。よし来い三つ。僕もそれなりに遊んでいられたんだけど。お母ちゃん、僕も持つよ。大丈夫、母ちゃん一人で持てるよ。父ちゃんは兵隊さんになったからそんな暇はなくなっちゃった。戦争が終わったら父ちゃんは帰ってくるって言ってた。三つ、父さんは送りのために働いてくる。母さんを頼んだぞ。うん、わかった。それからずっと父ちゃんを待ってるんだけど、戦争はまだ続いている。兵隊に行く時に父ちゃんと交わした約束は絶対に忘れない。父ちゃんが帰ってくるまで僕が母ちゃんを守るんだ。最強の日本軍は連戦連勝だから、もう少しだけの辛抱だ。そんな8月のある朝のことだ。空襲警報で畑仕事を中断した僕は家にいた。お母ちゃん、どう？警報は解除されたみたいだね。お母ちゃんの言葉に安心した僕が、じゃあ畑に行ってくる。玄関の扉をくぐったその時だった。突然僕の頭の上を B-29 が通り過ぎ、奴は町へと飛んでいった。全身の産毛が逆立つほどの嫌な予感。その直後僕は確かに見た。敵の爆撃機が黒い何かを落としたんだ。そして運命の1945年8月9日、この日長崎は地獄と化した。次の瞬間、辺りが真っ白になるほどの信じられない強い光に包まれた。直後に叩きつけられるような突風、僕は紙切れのように吹き飛んだんだ。視力が戻って空を見上げると、何あれ、ドス黒いキノコみたいな雲ができていた。僕はあまりに怖くて動くこともできなかった。地鳴りのような音も止んで、ようやく我に返った僕はすぐに家へ飛び込んだ。三つを、今のは一体何？母ちゃん、敵の爆弾、町がめちゃくちゃに。お母ちゃんに伝えようとしたけど、あの光景を表す言葉は思いつかなかった。そうしていると外から自警団のおじさんの声が聞こえてきた。町に新型爆弾が落ちた。怪我人が駅に運び込まれているらしい。なんだって？とにかく人手が足りん。みんな手伝ってくれ。村中総出で救援に向かう道中で僕は空がどんどん曇るのを見た。母ちゃん、何なのこれ。大丈夫大丈夫よ。夜のように暗くなった空の中を、ぼんやりと赤紫に光るおテント様がひどく不気味だった。お昼なのにまるで夜のようになり、今度は墨汁のように真っ黒の雨が降ってきた。いつを浴びちゃダメだ。お母ちゃん。母ちゃんがとっさに僕を守ってくれた。でも母ちゃんの服は真っ黒になった。様々な奇妙な出来事に足止めされながら、僕たちが駅へと着いた時には、ひどい。そこには爆弾の被害を受けた怪我人たちが溢れんばかりに横たわっていた。あまりの光景に僕も母ちゃんも圧倒されていたけど、儲けてる暇はないよ。動いた動いた。はい、三つを、母ちゃんから離れないでね。うん。近所のおばちゃんに尻を叩かれてようやく動くことができた。次から次へと絶望的な怪我人が運び込まれる。すまない、道を開けてくれ。ミス。ほら、こっちだよ。ゆっくり歩いておいで。頭から足まで体の右半分が火傷でただれてしまった女の人。他にも爆風で飛んできたガラスが体一面に刺さり、黒い血を流す人もいた。水を飛ばせてくれ。こんなの手の施しようが。その姿のむごたらしさはまさに生き地獄。恐怖のあまり外に出ると、めくれた皮膚が指先で垂れ下がる大火傷の人。ああ、痛い。水。手足がちぎれるなど、ひどい怪我の人間がうめきながらさまよっている。そのあまりの姿に僕は何度も吐き戻してしまった。これは現実なのか、それとも悪夢なのか、意識を保つのでギリギリだった。それでも僕に休むことは許されない。いや、許されるはずがない。大丈夫なの水を。心配しないで。何せ怪我人が次から次へと運ばれてくる。動けるものは子供でも貴重な労働力なのだ。しばらくすると駅舎の中はいっぱいになり、広場にござを敷いて対応することになった。ボス、寝かせる場所はあるか。こっちが空いてる。増える怪我人に医者も人も足りなくなっていく。とにかく必死だった。運ばれてくる重症者の誰も彼もが水が飲みたいと頼み込んでいた。水をちょうだい。一口飲ませて。飲ませてやりたいけど、飲んだら死ぬの。けれど看護師さんは目に涙を浮かべながらそう答えるだけだった。新型爆弾が爆発する時の温度は4000度近くになる。4000度。その熱で喉に大やけどを負っているから、水を飲ませると水ぶくれができて窒息してしまうんだ。もちろん怪我人の中には僕と同じくらいや年下の子供もいた。痛い、熱い、お
ごめん。まともに見てしまうと精神的にきつい。僕はその子たちから目をそらし続けた。そんな時、戸板に乗って運ばれてきた一人の怪我人を見て、僕は息を飲んだ。そんな、そこに乗っていたのは1歳くらいの小さな赤ん坊だった。高温で肌着は体へ張り付き、やけどで塞がった目を開こうと顔を引きつらせ、そして泣こうにも声が出ない赤ん坊。ひどい、ひどすぎる。そのあまりの無誤さは必死にこらえていた僕の心の堤防を打ち壊した。でも僕は小さい頃から父ちゃんにこう教えられていた。いいか水を、男は泣いてはならん。いつだって強気で笑っているのがかっこいい男なんだ。分かったよ父ちゃん。だから地獄のような光景も歯を食いしばって耐えてきた。でもこればかりは無理だった。僕は残った最後の意地で広場から飛び出した。あ、何が起きたんだ、なんでみんな死ぬんだ。そして走りながら大声で泣いた。声を出せないあの赤ん坊の代わりに力の限り。それからどれくらい経っただろう。泣き止んだ僕が戻ると赤ん坊は息を引き取っていた。すまんが坊主、その子を運んでくれるか。うん。抱き上げた赤ん坊はひどく冷たく、そして重たかった。そうしているうちに日も沈み、気がつけば外は真っ暗になっていた。新型爆弾のこともあるし、今から外に出るのは危ない。今日はここで泊まっていきなさい。はい、ありがとうございます。そうして僕たちは駅員室の一つで眠ることになった。そうして眠ろうとしたんだけど、昼間の光景や赤ん坊のことが頭をよぎって眠れなかった。なんだろう、この地鳴りみたいなの。それに高いような低いような、聞いたことのないような音が聞こえてきたのだ。どうしても気になって部屋を抜け出した僕は音の発生源を見て息を飲んだ。あれってみんなの声だったのか。そう、僕が地鳴りだと思っていたのは搬送された怪我人たちの水を求める叫びだったのだ。数千度の熱にさらされた体を少しでも潤すために水分を求める人たち。頼む、いっぱいでいいんだ、水を、水を。喉が渇いて仕方ないの、ごめんね。けれどその願いを叶えることはできない。水を飲むことは彼らにとって死を意味するからだ。昔お坊さんから聞いた消熱地獄、それが本当にあったらこんな光景ではないか。ごめんなさい、僕は何もできない自分の無力さを深く噛みしめるしかなかった。一夜明けると広場に横たわっていた怪我人の多くが息を引き取っていた。すまんな坊や、こんなことをさせて。うん、遺体は病気や害虫の温床になる。だから早急に移動させないといけない。その数の多さは火葬場の容量などはるかに超えていて、念仏も見送る人間もなく物みたいに焼かれる。本当にやりきれねえな。うん、多くの遺体は深く掘った穴の中で一斉に焼くしかなかった。それでも全てを処理するには足りなくて、遺体は土手などに一時保管された。こんな罰当たりなことをしなきゃならんとは。仕方ないだろう、しかしハエがひどい。その放置された遺体が原因で一時期は長崎にものすごい量のハエが湧いたんだ。そうして生と死とその先を見続けること二月ほど。もう我々だけで大丈夫です。皆さんの助力には心から感謝します。少し冷え込みを感じるようになった頃、僕たちの臨時病院の手伝いは終わった。その後父ちゃんが戦死したって連絡が入った。父ちゃん戻ってくるって言ったのに。あなた、私たちどうしたらいいの。あの新型爆弾、原爆が落ちて日本の敗戦を知らせる放送もあった。それから数ヶ月後、母ちゃんの身に大変なことが起きる。母ちゃん、みつお、みつお、ここにいるよ。洗面器いっぱいに血を吐き続け、視力まで失ってしまった。それから数日後、母ちゃんは死んでしまった。全く原因不明の奇病だった。母ちゃん、俺を一人にしないでくれよ。どうすることもできなかった。新型爆弾、原爆の後遺症だって噂だ。こうして僕は戦争孤児になった。身寄りもない、誰も助けてくれない。お腹すいた。僕の命もあと少しみたいだ。父ちゃん、母ちゃんに会えるかな。本日、漆黒アカデミア、バベル裁判所でも長崎原爆について別視点からのストーリーを公開しておりますので、そちらもぜひ。